ちは。昔の道具ミングたちです。今日も戸部昔の暮らし館にお邪魔しております。今日はタバコ本について説明をさせてもらいます。このタバコ本ね、こっち側に火鉢のようなちっちゃい火鉢のようなものがついて、ここに竹の器があります。で、これが煙草類で、この中に煙草が入っております。こう結構長いんですよね。これがこう感じになって、でここにタバコの刃がついてますから、これをこういうふうにやってこの中に詰め込むんですね。そしていい形になったところでこのタバコ本が出てくるんですけど、このタバコ本のここの火鉢のところの中にわらばいが入ってます。これはきれいなわらばいを使うっていうのが火鉢の基本です。でわらばいの上にこのくらいの炭をにちょっとこう炭に火がついているのを置いてるわけですね。でこの炭の火にってやって火つけるわけです。ここで要はこの火鉢ライターです。今でいうライターの火種を持って歩くのにとか、持って歩くじゃないですね、ライターとしてこれを使うわけですね。それで灰皿、次にこう吸ってふうふう言って、三口か四口でなくなります。で全部吸い終わったらこれをカーンってやって、ここの中身を出すっていうのはよく時代劇とか見たことあると思うんですけど、その時にやるのは火鉢じゃありません。こっちです。この竹の筒の方にいい音しますよね。ここにコンとやって灰のカスを入れる。こっちには絶対入れたらダメです。これはわらばいにこだわってるんです。すごい滑らかな灰、そこにゴミを入れるなんかって持ってのほかです。だからこっちです。みんな間違えます。こっちじゃないです、こっちです。それでふっとこうやってつついてこの中の煙を出すわけですね。でこれはもうこういうところが外れて、いつも掃除をしないとヤニですぐ詰まります。吸ってる時間より掃除する時間の方が多いぐらいですね。こういうこの火鉢はライターで、その次に出たのがサンキューマッチ。まあその過程にちょっと硫黄をついたマッチとかいうのもあるんですけど、そういうようなもんで、こっちは火鉢。これでタバコっていうのが四国の徳島池田にタバコ資料館っていうのがあります。そこに行ったらほぼ今も多分やってるのかな、昔民具研究会でお邪魔したんですけど、そこではタバコの栽培してこういうキセルタバコを吸わしてもらいました。甘い香りがして美味しかったですね。今僕タバコ全然吸わないから様子見ませんけど、割とこう美味しい、でもニコチンは多い。でも普通にタバコを吸ってる人はこれに切り替えて、夜1回吸ったら1日のニコチンは全部入りますから、普段吸わなくて大丈夫です。そういう吸い方もあります。ちょっと込み入った話します。タバコの葉っていうのは日本人が作った刻みタバコっていうものですね。この刻みタバコっていうのは世界にはあまりないんです。巻きタバコであったり紙タバコであったりするんですけど、この刻みタバコ、これはなぜ日本人は刻みタバコをするのか、それは刀鍛冶が影響するわけです。日本人の刃物は世界一です。ものすごく切れる刃物を
作る技術を持ってたわけですね。だから包丁もすごく切れる技術を持ってて、タバコの葉を薄く切るんです。これはね、髪の毛のね4分の1ぐらい の, あの太さ、そのくらい薄く切ることができる刃物があったから、この刻みタバコができたわけです。だからこうやって美味しいタバコが吸えるっていうのは日本刀の技術から来てるっていうことも、あの予備知識として持ってたら面白いかなと思います。まあそういうことで、あの今は嫌われ者のタバコ、昔はキセルで吸ってたということを言ってたり、タバコ本の使い方もあのちょっと覚えて豆知識にしてもらったらいいかなと思います。どうもありがとうございました。